こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきます。ダッシャー55、農園で収穫できます。さあプレゼントを、受け取りまして、今回の動画を始めていきたいと思います。あ、その前に神社行きましょう。クエストを達成しました。プレゼントが多いですよね。さあもうすぐクリスマスですね。気がつけばあっという間に。何かご用でしょうか。さあ、入球できるので入球しましょう。気合十分ですね。少々回復させないといけません。ご用でしょうか。今1月を3週ですね。ご存知ですか。レジェンドホースか。気合い十分ですね。大根いい感じですね。ちょっと馬体重を絞っていかないといけない。ご存知ですか。何かご用でしょうか。レース出せますね。いいですね。再び大根。いい感じですね。調子が落ちている。おっと、嬉しそうですね。馬券ですか。馬体重の調整が。馬体重の調整が大事らしいです。そうな気がして、適正な馬体重ですね。人参なんだが。おっと、クリスマスケーキが待っている。適正な馬体重ですね。ご存知ですか。何かご用でしょうか。気合十分ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。体重がちょっと気になるとこですが。なるほど、エビナかな。何かご用でしょうか。まだ重いみたいです。さあしかしこのままレースに出走しましょう。今回はですね、ドバイシーマクラシックかな。一番人気ですね。 1.2 倍ダントツを一番人気ですね。さあ勝てるかっていうのも不安です。まずスタート6枠8番。あんまりいいスタートじゃないが致命的なスタートではない。さあ中段から上がっていくのかな。ジョービッグバンだ。まだ見えない。さあ外から伸びてきたナイタトップロードとだ。さらにアグネス・フライトが伸びてきたぞ。行きましたね、多分。微妙な差ですが勝ちましたね。でも不安は残ります。おめでとうございます。200枚か。まあ G12 着なるよりはマシですね。よく頑張りましたね。何かご用でしょうか。さあ次にドバイターフかな。イーグルカフェが待っているから引き続き海老名に任せましょう。元気いっぱいです。さて疲労が結構重要。嬉しそうですね。疲労を取らないといけない。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。元気いっぱいです。さあ人参ですがあんまり嬉しそうですね。何かご用でしょうか。オーバーでもまずまず力を発揮できそうですとなってますね。2周目です。行きましょう。クエストを達成しました。それなりにか。適正な馬体重ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。期待できそうですね。おっと馬体が減っているとなっているよ。何かご用でしょうか。おっと馬体がさらに増えてるみたいですね。ベスト馬体重が。何かご用でしょうか。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。おっとベスト馬体重はこの馬体重ですね。いい感じですね。さあいよいよ今週はレースの週です。適正な馬体重ですね。人参ですね。さあ完全に仕上がって絶好調になりました。一番人気です。 1.5 倍一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。おグリグリです。そしてサムラインジム&トニックフェアリーキングプローンに丸がついております。さあこれですが1着は1000だったはず。さあドバイターフに挑みます。インドルカフェが武豊騎乗で日本馬としてまた出てますね。ドワイターフ発送です。ゲートイン終わりました。体勢完了。さあ5枠6番スタートはどうだ。ゲートが開いた。これもあんまりいいスタートとは言えませんが、比較的致命的ではないスタートです。紹介4番手、さあサンラインが先頭に立ちましたね。それから11番プロリックス、そしてその後ろから5番ジム&トニックが前にいます。6番カタドレイルウェイ、どのように差を詰めていくか、内を通ってゴールデンシルカ、その外に8番イーグルカフェ、ちょっと離されましてフェアリーキングプローン前でありますが、縦長ですね。先頭行く4番サンライン、カンバシンリード、外から1頭9番スリップリー、それからシャムロックシティ、そして内からはスミタス、1分1秒4、そんなに速くないよ。プロリックス5番ジム&トニック、そしてその後ろから意外と前に残るかもしれない。さあいよいよ4コーナー勝負どころです。まだ上がってくる気配がないよ。300切っている。もうようやく末脚を増やしてきたが、ようやくだ。これは届かないんじゃないの。2着までですね。届かなかった。よく頑張りましたね。遠征があんまり得意じゃないということなんでね。その代わり賞金で埋め合わせはしましたが、終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。残り47周ですね。農園で収穫できます。はい、というわけで京都記念とドバイターフを走らせました。もうちょっと伸びればよかったんですが、まだまだうまくいかないみたいで、今後がちょっと心配ではあります。巻き返していければいいかと思いますが、果たしてどうでしょうか。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ご存知ですか。ゲーム動画でいこうでした。